森田整備してるんですかと、いやしてないやろ、森田選手はするんやろ、してんのかな、そやあらあら、森田俊介選手キャリアボディ交換しとる、キャリアボディ交換しとるで、あら知ってた、森谷選手は森田俊介選手キャリアボディ交換です、松井茂、あら3号艇武須島誠、4号艇前田翔太、今日一の衝撃は森田俊介選手が珍しいですね、部品交換しかもキャリアボディ、どうするこれで展示タイム、1番時計、2番時計、3番時計、4番時計出してきたら、これキャリアボディ交換して展示タイムお前最下位じゃなかったらどうするよ、森田俊介はい覚醒、これで展示タイムも上げてきたらどうよ、あー皆さんグッドボタンありがとうございます、外してんの、あ森田は上平なんかに競り負けたのがよっぽど悔しかったよ、5コース6コースは森田俊介と上条信隆、いや松井選手がどこまでへこむかなよ、すべては全てはどこまでへこむか、もうそれにそれ次第やわ、さあまた風ちょっと出てきたね、風強くなってきたね、風出てきたよ、松井選手がどこまで行くか、上平選手もそんな速い選手ちゃうから、あーこれはマクマクリ差し入らんやろ、入らんな、よっしゃ一部田さん、あーっともうだから言うたやんか、ブスさん、ブス島選手そうなるからもう安牌に外前しとけって、もう安牌に外前しとかな、ブス島選手そうなんのよ、入らんて狙いすぎや、ほんまや翔太の寿司や、いやーもうブス島さん安牌に外前しとけよ、後ろは5号艇の森田俊介、ブス島誠、二号艇松井茂と追走、二周二番区独走は一号艇の上平慎治、二番手で四号艇の前田翔太、五号艇の森田俊介、うーわー森田選手うまいなた、三番手が接戦になってきました、六号艇の上条に届いた五号艇の森田俊介、これ取った人うまいな、こんなん取られへんわ俺、いやまくり差し狙うんかやっぱ武士島さん、これ取った人うまいな、いや146これ取った人お前当てられた方おめでとうございます、これ146すごいわ、72倍つくよ、こんなん俺100回予想しても買わへんわ多分、5番3番ゴールイン、